ちょっと今 FIFA にハマってまして、これ、アルティメットモード。で、まあちょっとね、ワールドクラスぐらいはできるようになったかなという。で、まあちょっと解説していくと、このね、ポルトゥって選手、使用感最高。なんでかっていうと、多分積極性が高いから、裏への飛び出しがすごい。カウンターの時ね、このポルトゥがやばい。それからモドリッチ、ヘススナバス。この右サイドがね、とにかく機能してる。で、カゼミーロはね、なんか、体が強いからボール奪ってくれるんだよねっていう。で、ビシニウスね、いろいろ試してみたんだけど、まあ、ビシニウスこれエンジンでいいから、ダッシュがね、もう、プラス4しかいかないから。ビシニウスはね、なんていうか、飛び出してはくれないんだけど、膠着した状態でね、ボール持たせたら、ガンガン崩してくれるからいいよねっていう。控えはこれ、ただで手に入った連中だから、で、キーパーちょっと変えようかなっていう。センターバックはちなみにこの二人ね、パウトーレスとエルメソ？エルモソ？スピード重視、もう完全に。体のでかさもあるんだけど、スピード。だからね、この中で足が遅いのって、クロスだけでしょ。クロスはパスが特別だからもういいんだけど。で、ベンゼマ使ってるのは、最前線のゲームメイクをお願いしたいから。ということで、試合をちょっとね、一試合やっていこうと思いますと。堂安だ、あれ。堂安初めて見たな。堂安使ってる人いたんだ。ということでね、一試合だけやっていこうと思います。これ誰？クロスだ。へい。ジョルディ・アルバ、そうそう、こんな感じでね、マジでね、あれ、もう入った。マジでビシニウスね、壊してくれるんだよね、局面を。このインテルのユニフォームかっこよすぎでしょ。で、俺好きな選手はね、モドリッチ、ヘススナバス。ポルトゥ好きになったよね。ただ、今まだ全然活躍してないんだけど。これ、カゼミロいいでしょ。へい。クロースのパスは特別。へい。おう、ポルトゥがいいとこ走ってる。で、カゼミロがこうやって詰めてくれるでしょ。カゼミロマジで使用感いいんだよねって。相手が弱いんじゃないのか、これ、ひょっとして。でね、守備はね、あんま突っ込まないように。コンピューター相手だろうが何だろうが突っ込んじゃダメ。こういう時だけ詰め寄るだけ。まあ、俺完全なリトリート型の守備やってるから、あんまりプレッシングしない。まあ、プレッシングできるときはやるんだけど、かわされたらね、結構しんどいから、俺はしない。ルカ・モドリッチ。やばいでしょ、この走り出し。あ、失敗。ただ、足元が若干ちょっと下手かな、ポルトゥは。エンジンにした方がいいのかもしれないな、ポルトゥ。って思うじゃん、違うんだよね。ハンターにすることによって、ちょうどプラス9プラス9で99なんだよね、ダッシュ、加速。スピードが。まあ、こんな感じでね、ジョルディ・アラバが長友に見える。えい。マジでベンゼマいい。で、このクロースのパス特別なんだよ、もう。えい。モドリッチ。モドリッチいいでしょう。俺、モドリッチだけは絶対買うべきだと思ってて。モドリッチね、なんていうか足元だけじゃないんだよね。で、このクロースのパスは特別。モドリッチ何でもできるからね。最高なんだよ。あれ、e フットボールはやらないんですかって言われそうなんだけど、あの出来が悪いもんやりたくねえよ。今回ね、FIFA の方が面白い。マジで、今年は。ウィーで今までの蓄積全部捨ててるからな。見て、このモドリッチなの、特別な。うおー。クロース。クロース。
ょっとこれ相手が弱いのかな。ね、相手が弱かったらプレスにかけていいんだよ。取れるから。うん。で、プレスの目的はね、基本的にね、今回ね、マジでスピードで抜け出されたらやばいから、このゲーム、今回。ある意味リアルなんだよね。現実のサッカーは即してるっていうか。うん。裏抜けがやばいっていうのが今のサッカーだから。ポルトゥあんまりね、このね、ビシニウス抜け出しうまくないんだよね。おぉ、ビシニウス。ちょっとお高いように見えるんだけど、ビシニウスそこまで高くないからね。俺はおすすめ。1万ぐらいで買えるんだね。モドリッチ。エルメソ、パウトーレス。ちょっと風見の何してんだよ、お前。風見ろかっこいい。くらビシニウス。あ、やっぱビシニウスパスが下手だな。えい。ビシニウスが帰ってきてない。おお、ベンゼマー。いや、ビシニウスね、マジだよね。局面壊すから最高なんだよ。あ、来た、ポルト。ポルト来た。ポルトね、マジでね、オフザボールの動きが最高だから、おすすめ。安いしね、ポルト。リーガのね、スカットの右サイドって言ったら誰だ？あとイケメンでしょ。右サイドって言ったらデンベレでしょ。デンベレ、あと誰？アセンシオ。あとベイル。全員ね、地蔵なんだよ、あいつら。ボールもらいにね、待ってるんだよ、ずっと。だから、で、走り出したと思ったらね、もうオフサイドになってるから、ダメ。まあ、モドリッチとの相性が良すぎるんだけどね、ポルトゥ。えい。来たー！そっちかーい！風見の方、入った。あれ？これワールドクラスでもまだレベル低いのかな？ていうか、俺がだいぶ上手くなってるのはあるんだけどね。よし、じゃあちょっと見てもらおう、うちのスカット。見てね、レアルマドリッド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 。本当はね、ここね、アザールとベイルだったんだけど、あまりにも使用感悪すぎて変えてしまった。で、この中盤の3人はね、使用感が良すぎて変える余地がない。一応コケも試したんだけど、おう、ベンゼマ。ベンゼマいいよね。最高のベンゼマをお見せしようと言ってね。風見ろ、最高。ほらほらほら、この走り出し。いや、ポルトゥマジでいいでしょ、オフサボール。で、ベンゼマがね、もうとにかく、その前線の中継点になってくれるから、これ他のね、フォワードだとやってくれないんだよね、あんまり。リーガのフォワードっつったらセンターフォワード、ストライカーっつったら、他にね、アグエロ、デパイ、グリエズマ。誰がいたっけ、他に。あと、スアレスか。全員ね、スコアラー型だから、いまいちね、動きが悪い。ひょっとしたらね、このポルトゥね、右サイドをね、メッシにするよりもいいかもしれない。ポルトゥの方が。メッシね、マジで動かないんだよね、あいつ。で、こういう連動型のサッカーやってるときは、あ、ポルトゥが空いてる。走れ。ベンゼマー。いや、ということで、マジでね、いいでしょう、ポルトゥ。俺、ポルトゥのファンになったよ。ゲームの話なんだけど。
ポルトゥのね、特別なカード出たら俺欲しいよね。10万ぐらいだったら買ってもいいかなとか思う、ポルトゥは。ポルトゥマジでいい。能力見ていこう。このペースはね、ハンターで底上げされてるからね。守備とかどうなんだろう。これひょっとしてね、ハンターじゃなくてシャドウの方がいいかもしれない、ポルトゥ。前線からプレッシングかけていくのに、シャドウいいかも。で、俺ね、基本的にね、前線の3人がシャドウつけてるから。シャドウついたのを買ったっつったらいいのかな。ポルトゥ、抜け出し。今なぜ遅くなった ?PS5 なのに遅くなった。来い、ポルトゥ、ポルトゥー、足元、スキルレベルいくら、ポルトゥ。ビシニュースは5でしょう。あ、3か。そんなに上手くないんだ。モドリッチまあまあか。ヘススナバスで4か。他の人らはこんなもんか。セルフィオカナレス。ディアビ。まあいいや。ビシニュースが一番うまいのか。ヘイ。ベンゼマは。ジョルディ・アルバ。マルセロが欲しいんだけど、さすがにちょっと衰えちゃってるよ。マルセロ。そう考えるとね、35で全然衰えてないモドリッチが異常なんだよね。よし。あ、やばい。こうやってね、シュートコースをね、どんどん塞いでいくっていうか、パスコースと。で、いつか取れたらいいなという守備をしなきゃいけない。ポルトゥー、おいーし、あれベンゼマ。おう。クロス。誰これ、このキーパー。ポルトゥー。ポルトゥー本当は速いよな。これ誰、ベンゼマ、違う、パウトーレスだ。おう、おにぎり。というか、インテルのユニフォームってやっぱ気品があるな。最高のベンゼマをお見せしよう。このネタ分かる人いんのかな。もう十何年前でしょあれ。ベンゼマが毎年毎年最高のベンゼマをお見せしようとか言って、期待外れっていう。ポルトゥー、ちょっと遅かったな。直接出せばよかったな。アウチ。ポルトゥね、やっぱ足元がちょっと下手なんだよね。何の音あれ。えい。ウィーレとね、違っていいのがね、ボールが目の前で素通りしてんのにね、ぼーっとしてないんだよね。ちゃんと取ってくれる。パスカット。えい。トニクロスのパスいいな。よし。今回マジでね、操作性がいい。今のね、L1 押してからのパス。だから、クロスをね、L1 からのパスとか、このクロスのパス完璧でしょ。だから俺もクロスとモドリッチの依存症になってんだよね。このトライアングル最高。カゼミロ、クロス、モドリッチ。7点取っとるやん。どんだけ弱いん相手。ポルトゥー、ポルトゥーゲー。交代必要ないね。モドリッチじゃない。クロスのパスは最高。
おお、ベンゼマのパスもいいじゃないですか。オフサイドだよ、オフサイドだよ。ビシニュースこの辺下手なんだよな。ボールトゥーいいな。多分ゲームだけの話なんだろうけど、ビシニュース本当に動かねえなこいつ。まあいいんだけどさ、局面崩すのがこいつの仕事だから。いい、ハットトリックじゃないこれ。でもポルトゥマジで動きいいでしょ、最高のベンゼマ。ワールドクロスでこんだけヘボいってことはこれ相手が弱いんだろうな。難易度的にワールドクラス結構難しいからね、相手がこうレアルマドリッドとかだと。えい、ちなみに俺はリバプール相手するのが一番嫌。最高のベンゼマをお見せしよう。よし、取れた。うん、ベンゼマうまっ、うまっベンゼマ。ていうかこのメンツうまっ、マジでパス回しが。いやー、モドリッチとクロースいいよ。だから守備の局面において、中盤だとカゼミロ、モドリッチ、クロースのトライアングルが良くて、攻撃だとベンゼマ、クロース、モドリッチのトライアングルがいいっていう。おう、カゼミロのねパスはしょぼいから。うー、ルカ・モドリッチ、ラキチッチがいたらね使うんだけど、ラキチッチさすがにちょっと衰えちゃってる。こんなワンサイドゲームになっちゃうみたいな。うん、ビシニュース、そう、こういう時にねまずこうやって崩してくれるんだよねこいつで。今回マジでね操作性がいい。はい、ポルトゥいいですな。なんかこれマジで難易度低いんじゃねえのって言われそう。うん、でもねマジで今回の FIFA 動かしてて楽しい。1年間これで遊べるんじゃねってぐらい面白いね。で今リーガスカットが完成したから、ほぼだからそろそろね、他のスカットも作ってみようかなと。 J リーグスカットとかねえよ。モドリッチ、ヘススナバスがあれ今ね、右サイドバック渡そうとしてたんだけど失敗したね。うん、おうち、いやー、モドリッチ、モドリッチ、おう、はい、キーパーね、ちょっとね新しいの欲しいんだよね。いいの、このキーパーちょっとねたまにおもらしする。イエーイ、ベンゼマかっこいい、ベンゼマかっこいいわけないじゃん。カゼミーロ悪い顔してんな。誰これ、どうなったんや。やば、ポルトゥビシニュースも大概やばいなこれ。うん、ポルトやっぱりオフザボールの動きはめっちゃいいんだよねこれ。走行距離ほら多いでしょポルト。うん、ポルトね無駄走りが多いから助かるんだよね。ほらね、風見この中盤3人よりポルトの方が走ってんだよこれマジで。うん、いやー、よかったよかった。ということでね、あの FIFA ねやっていこうと思うんで、しばらく。ではでは。